参拝していただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。本日は長岡半島物語にメガント効果とお越しいただきありがとうございます。私どもはここメガントからライティングショーホタルの気持ちを通じて国内はもとより世界中の子どもたちに命と愛と LGBT の啓発活動を行います。離れ長野県からもつながるメンバーがいます。病と戦いながら歌い続ける18歳のシンガー。彼女の人生を変えたのはお母さんからの告白でした。リナはね、子供ができないんだよっていう話を、なぜかこう涙が出てきたのを覚えてるんですね。で、小さい子とか赤ちゃんとかすっごく大好きだったので、なんかこう女の子として生まれてきた以上は自分もそうなるんだろうなってこうふわんとなんとなく考えていたので、産めないですね今のままだと。もし間違ってできたとしても下ろす手術もできないですよ。しかしリナさんには諦めるという選択肢はありませんでした。選んだ道は歌。リナさんは全てを語り歌い続けています。もうリナの子供を抱いた瞬間に私の役割は終わったっていうか、もうそこで全て解決っていう感じですかね、思い描いてるのは。はい、こちらコニックスが指定管理します西尾市歴史公園に今川井里奈さんとお母様に来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではこれから思いを込めて歌を披露していただきます。今そっと抱きしめて ステージ楽しみにしてますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日々の生活の中で私たちは自分の好きという思いをどれだけ大切にできるのか、どこまで表現できるのか、そんな思いを素直に口にしたいと葛藤し続ける人たちがいます。性的少数者 LGBT と呼ばれる2人の生き方です。県庁で行われたランチミーティングの場に流れる歌声、性的少数者の啓発ソングです。歌っているのは性的少数者、通称 LGBT であることを公表し県内で活動する2人。やっぱりこういう音楽を通してっていうことがすごく大事だなと思ってまして、ちっちゃい時からそういう価値観というか、それが当たり前なんだっていう感覚を身につけるっていう意味でも、やっぱりこの曲を広めていくべきだなと自分は思っています。1回開かれています。男性も女性も愛せるバイセクシャルであることを公表、 LGBT の存在を歌を通して知ってもらおうと活動する榊原舞香さん。彼女の歌や活動は LGBT の人たちの
心の支えにもなっています。ある時私がゲイであるという噂が広まって衣装を書いてネクタイで思いっきり首を絞め自殺未遂をしました。この手紙を書いた臼井克彦さん、成人してから自身が同性愛者であることを自覚し、自殺未遂や精神疾患を経験。しかし舞香さんの歌と出会ったことが転機となりました。もっともっと、LGBT の理解もそうですし、本当にね、命と愛と LGBT ということをテーマに自分たちは活動しているので、全ての人がね、生きやすい社会っていうものを、本当に目指して、自分も、これからね、自分にできることを、活動していきたいなと思います。だから舞香さんは今日も歌い続けています。生きて女神国ボーカートの代表伊藤ジロノです。本日は第2回お楽しみクリスマス会にいただきありがとうございます。ステージが始まります。皆さん大きな拍手でお願いします。皆さん、こんばんは。こんばんは。私生地から命と愛と LGBT 始まったんですね。こんばんは。こんばんは。そこに暮らす人が元気になることが、人が起きると村が元気になるっていうふうに思ってます。土屋さんみたいに全員が赤い服を着て赤い藤船を縫って、日本で一番辰野町の人が、おじいちゃんおばあちゃんが一番元気な町になったら俺たちは最高です。どうですか皆さん。それではコンサート始めたいと思います。コンサートが始まるよ。Thank you.
次は帰ってからここにいるお年寄りバージョンでいきます。お年寄りバージョン、みんな間違えてるの。お年寄りは僕らはみんなっていうようなイメージじゃないですよ。僕たち丸切り逆、年寄りほど元気でリハビリテーションを兼ねて大きく動いてもらいます。テンポも上がります。スピードアップです。ついてこれない時は悩んでください。本当に年取ったのかなと。ビデオ見ながら家で練習してください。いきます。あとの 西塩沢バージョン、お年寄りのために送る手のひらを頼る。Yeah!
ューサー私川井里奈でお届けいたしました。今日が皆さんのリスタートへ。ありがとうございました。皆さん本当に大きな拍手を。